1971年、エドワード・コックスとの結婚式で、当時大統領だった父、リチャード・ニクソンにエスコートされて、通路を進むトリシア・ニクソン。トリシアとエドワード・カイ・コックス、1972年撮影。トリシア・ニクソンとして知られた、パトリシア・ニクソン・コックスは、第37代アメリカ合衆国大統領、リチャード・ニクソンと、 ファーストレディのパット・ニクソンの間の上の娘であり、ジュリー・ニクソン・アイゼンハワーの姉。彼女は、エドワード・カイ・コックスと結婚しており、クリストファー・ニクソン・コックスの母親である。父が公職にあった間、彼女はもっぱら儀礼的な役割を果たし、政治的な関与がより大きかったジュリーとは対照的であった。トリシアは、選挙遊説の多くの機会に父に同行し、 父の大統領就任後は世界中への公葉での外遊にも同行した。母も同じくパトリシアをファーストネームとしているが母が愛称をパッドとしていたのに対し娘は愛称をトリシアとしている。トリシアは1946年2月21日に生まれた。彼女はワシントン DC で育ちコーレスマン小学校シドーエルフレンズスクールに学んだ。後には マンハッタンのチャピンスクールに転じた。1964年、ニューヨークのウォルドルフ・アストリアホテルで開催された、格式の高いインターナショナルデビュータントボールで、デビュータントとして、社交会に登場した。エドワード・コックスは、この舞踏会において、彼女の民間人エスコート役を務めた。トリシアは、短期間だけ、その後ほどなくして、 廃校となったフィンチカレッジに学んだ後、マサチューセッツ州ボストンのボストンカレッジに移り、1968年に英語学で BA を取得して卒業した。 1971年6月12日、トリシアはハーバードロースクールの学生だったエドワード・フィンチ・コックスとホワイトハウスのローズガーデンで結婚式を挙げた。1979年3月には息子、クリストファー・ニクソン・コックスが生まれた。オット・コックスは企業弁護士であり共和党のニューヨーク州委員会の議長を務めている。彼女自身は 様々な医学研究団体やカリフォルニア州にあるニクソン図書館の理事会に名を連ねている。ありがとうございます。